日本近畿地方大阪府大阪市宮古島区片町。片町は大阪府大阪市宮古島区にある町名。現行行政地名は片町1丁目及び片町2丁目。大阪市宮古島区の南部に位置する。北は東野田町。東は JR 大阪環状線を挟んで上東区、四木田、南は寝屋川を挟んで中央区、大手前及び白見。 西は、旧淀川を挟んで、北区天馬と、それぞれ接する。元は、京橋編、現西町、京橋編、原東町という町名で、京橋北詰から東へ警街道が伸びており、両町とも街道の片側にだけ家屋が立ち並ぶ、片側町だったことから、片町と、通称されたことによる。2019年3月31日現在の、世帯数と人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、宮古島区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。イオン京橋店大阪橋、大阪府大阪市宮古島区の町邸、ア一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、 片町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。宮古島区の豆知識。宮古島 .com。2018年9月4日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長。あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。宮古島区小学校一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。宮古島区中学校一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。